っしょこれは。あ、3パターン使った方がいい。こういってもらえば回避しましょう。回避で、これで持ってどっちに振り分けがいくかで、またお客様ディスプレイ狙うのはちょっと。下まで持って、もう一回今度次手前側を、この土台ちょい置くぐらいです。転がってきてくれればめっちゃ熱いです。あ、いいですねこれ。投げ飛ばす。はいはい。そうね。あと惜しい。タイミング同じなんだ。ああ、ちょっとまずいまずい。遅かった。狙ってるな。よしよしよし。でこれで。左アームが入って、くるって動くんで、大きく。もう一回同じことやればいい。これはちょっと運ゲーも入るみたいな。そうですね。寄ってきた。うまい。オッケーオッケーオッケー。あ、うまい。あ。あ。橋渡しや。うまいうまいうまい。ですね、これで大丈夫。あとはもう持ち上げて上でどう跳ねてくれるか。前傾して入りますか。あ、そっちから行くんや。押すんじゃなくて、これはゲットでしょ。これはいける。はい、うまい。あと1回、あと1回。78円でじゃがりこ買えるからな。はい、うまい。はい、はい、田原、はい、うまい。やるやん。はい、はい、おい。ただしようかな。あの縁のとこが一番気持ちいいっすよ。押せばそうっすね。めっちゃうまい。そこうまい。はい、もうミスは許されないって。めっちゃプレッシャーをかける。いや、せんから。危ね危ね危ね。大丈夫大丈夫大丈夫。うまい。あ、うまい、うまい、おっすごい。もしかしたらディスプレイ？ディスプレイだと思う。じゃあ前傾し？前傾し、倒す。左爪で押した方がいいよね。あ、アームが弱すぎて右アームで倒れるんじゃないですか。おお。どうだろう。両内転。うまい。あとこれが倒れればいいんですけど。ゴムのちょっと先でもう突くしかない。先っちょだけ？ああ、やりました。江田川さん、両替金庫に行いますか。あれね、ゴム出しはダメなの。ゴム出しはダメ。あの、ジョニーやってる。あ、お前それゴム出しはまずい。うわぁ、決まってる。両替金庫に行きます。マックスやん。サクサクパンダを持ってるんだよね。先にアップを落としてた方がいいから。あれはね、手前が押せないから。
うまい、マジでうまい。パリパリ取れた。パリなんですね。